で、もう一つ併用療法としまして、ジェムとS1 の併用療法について述べたいと思います。で、これは日本を中心として行われた臨床試験なんですけれども、これ、ジェムシタビン単剤と、S1 単剤と、ジェムと S1 の併用のこの3群の比較をされました。で、この試験の目的としましては、S1 がジェムシタビンに対して、比例性は劣ってないということを証明するのが一つで、もう一つ、2剤併用したときにジェム単剤よりも勝るんじゃないか、この2つを確かめる目的でこの臨床試験が組まれました。で、結果はどうだったかということなんですけれども、水色が、ゲムシタビン単剤で、黄色が、TS1 で、緑が、併用療法なんですけれども、緑が、わずかに上の方に行っているように、見えるんですけれども、統計的に、詳しく処理しますと差はなかったの。ただ、ゲムシタビンと、TS1 と単剤同士は、ほぼ同じような生存期間が得られたということであります。で、副作用につきましては、血液検査をして分かる副作用ですが、ゲムシタビンは白血球、好中球減少、血小板減少など、があります。で、併用療法も同様でありました。で、自分で分かる副作用につきましては、ゲムシタビンは、間質性肺炎で、 TS1 は、下痢などの消化器症状が多いで、 TS1 と、ゲムシタビン併用療法は下痢、おしん嘔吐、好中球減少などがございました。ということで、S1 療法の位置づけどうかということなんですけれども、で、今回の、この試験の結果、 S1 単剤療法は、ジェム療法と比較して生存期間では同等の結果ということが示されました。それでどう使い分けていくかということについてなんですけれども、ジェム単剤療法と比較しまして経口剤であると、やはり経口剤である、やはり注射よりも簡便ですよね。で、あと、ジェムシタビンでは、1週間に1回注射打ちに来ないといけないということありますけれども、 S1 の場合は飲み薬で4週連続あるいは2週連続ということで、せいで2週間に1度ぐらいの通院で進む。で、あと副作用も多少それぞれ特徴がありまして、ジェムシタビンに比べると骨髄抑制、間質性肺炎などの副作用が少ないなどというのがありますので、その時の状況に応じて両者を使い分けていければいいのかなというふうに考えております。で、もう一つ、ジェムシタビンと S1 療法、これ併用したのは結局今回の試験では優越性ですね、示せなかったんですけれども、じゃあこの治療はもう全く否定されたのかといったそういうわけではないと思います。で、どういった時使うかということなんですけれども、例えば肝転移があって高度の進行のために両方順番に行ってるとちょっと時間的な余裕がないということがしばしば経験することがあります。そういった時は両方一緒に行くということをします。で、もう一つは先ほど太田先生の方から少しお話があったと思うんですけれども、手術を前提としている場合に腫瘍を縮小して手術が行いやすくなる場合、そういったものとかに使うことがございます。で、二次化学療法、これは2番目に使うお薬ですけれども、ガイドラインはどうなっているかということなんですけれども、二次化学療法を実施することは選択肢の一つとして考慮してもいいというふうにされております。で、こちらの方はそれほど多い報告はないんですけれども、
5FU とフォリン酸、オキザリプラで3剤併用療法が、ランダム化比較試験により延命を占める唯一の、レジメントされております。でただ日本ではちょっとあのお薬保険の絡みもありまして使えないものですから先ほどが出ている S1 短剤療法を使うことがありまして、約 15% の走行率があるということで、まずジェム最初に行ったときは、二次治療は一般的には S1 を行くというのがいいのかなというふうに考えております。で最後に新たな治療法についてお話ししたいと思います。でこれはホルフィリノックスといいまして、これは残念ながら日本ではまだ保険適用外ということでまだ使えないんですが、ただ本邦で今第2層、臨床試験が進行中ということで、今後その結果によっては近い将来使えるようになることが考えられます。でこれはフォルフィリノックスと、ゲムシタビンと の比較した試験なんですけれども、でこのフォルフィリノックスの内訳は、オキザリプラチン、ロイコボリン、イリノテッカン、ファイブ、4剤も使ってるんですね。それと、ジムシタビンと の比較試験であります。で結果はどうだったかということなんですけれども、これはすごくいい成績が出まして、一番上の完全走行、部分走行って、これは完全になくなった方ですね、腫瘍が。で、これも 30% 以上縮小した方、合わせると、事務所的に短剤では 9% なのに、フォルフィノックス 31% ということで、すごい差が出る。で、SD、病状が安定したのを比較すると、50%、70% と。いうことでありました。で生存期間もこういった形でかなりの差が出ました。ゲムシタビンが 6.8 ヶ月に対してフォルフィリノックス、倍近い 11.1 ヶ月ということで正直驚くような結果でありました。ただですね、やっぱりちょっと副作用はどうかということを皆さんご心配になるかと思うんですが、やはり好中空現象、血小板減少などこういった副作用がやはりジェムシタビンに比べると多い。であとそういう、末梢神経症、しびれとか、あと嘔吐、疲労、下痢、脱毛などこういった副作用もやっぱり、ジェムシタビンに比べると多いということで、まとめますと、フォルフィリノックスはジェム短剤よりも走行率、生存期間は優位に良好な成績を示しましたけれども、副作用というものはやっぱり多いので、どんな方でも使ってもいいというわけではないんですけれども、対象のやっぱり絞り込みというものがやっぱり今後、必要になってくるかなと思います。で、他の治療法としましては、S1 と、これは二次治療なんですけれども、オキザリプラチンという、ソックスという治療、あるいは S1 とイリノテッカン、アイリスという治療が、今現在、臨床試験が日本では進行中であります。これはジェムシタビンが効かなくなった人の次に使える方法、まもなく結果が出てくるかと思います。で最後に、AMG479 という、これはインシュリン・ライク・グロースファクター・レセプターに対するモノクローナル抗体。これは日本で第3層の臨床試験が始まったところで、これも近いうちに結果が出て、うまいことすればこちらの方も、今後日本で使えるようになってくると。こういったものも進行中であります。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。大坪先生ありがとうございました。この後のパネルディスカッションもよろしくお願いいたします。